はい、皆さんこんにちは、吉田のりますです。はい、最近天気が、ね、悪いんですが、今日はですね、なかなかいい天気となっております。さあ、今日ご紹介するのはこちら、チロルチョコのチョコボールとのコラボレーション、ピーナッツ味ですね。はい、チロルチョコをちょっと最近注目したらですね、いろんな種類があることが分かりましたね。コラボレーションもね、いろいろあります。さあ、ということで行ってみましょう。はい、まあ普通かな。はい、飛行機。はい、このマークは なんかパターンがあるんですかね、ちょっとわかりませんが、いきます。おっと、はい、曲がりますでしょうか。ピーナッツいっちゃいましたね、一気に。知らない間にみたいな。かなりこれ、まあピーナッツの入ったチョコレートって感じですね。まあね、ちょっとしたお菓子、あのチョコレートいっぱいとか、チョコレート買っちゃうじゃないですか。あの板チョコでもいいし、袋に入ったやつでもいいです。でそれでどんどん食べちゃうんですよね、やっぱりね。でこれだともう1個、例えば1個買うとか2個だけ買うとなったら、もうそれしかないんで、それ以上食べようがないんで、まあカロリーとかですね、いろんな面考えていいかもしれないと思います。でこういうチロルチョコはね、1個2個とかね、まあだから食べ過ぎ防止にもいいかなって思いますね。こういうあのパッケージで1個っていう形でね、包んでありますんでね。はい、うん、まあやっぱね、チョコレートとピーナッツってもう定番ですね、昔からのね。合いますね、やはりね。うん、はい、なかなかいいと思います。ということで本日ご紹介したのは、一応チロルチョコのチョコボールとコラボレーションのピーナッツ味でした。はい、美味しかったです。ありがとうございます。